マルンホビー動画チャンネル、えー、ノバフォックスのご紹介ですこちらの、えー、復刻版のノバフォックスはもう本当に何年かぶりかに再生産になったもので当時としては、えー、最新型の上級クラスの二輪駆動のバギーになってます、えー、他のバギーと違って一線を期したあのレーシーな内容でシャーシなんかもこういう風に二輪駆動ですけどメカボックスで、えー、と非常に洗練されていた車体になって思ったよりよく走る車体でした えじゃあ、えっ、ー、と、箱の中身とかを次は見てみます。えー、まず箱を、蓋を開けると、このようになってます。やっぱり、タミヤさんの復刻版だけあって、えー、当時の雰囲気がそのままの形になってます。非常にやっぱりコストがかかってるもので、えー、これが透明ボディでスマートなタイプですね。こちらの透明ボディー、ホームヒルがついてるタイプがまず入ってますね。で、ノバフォックスは、フォックスっていう名前から来ましたけれども、あのー、 実車のオイルメーカーとかそういうメーカーの関係で今商標登録でそれが使えないものですからこの辺はもうかなり、あのー、アレンジされてます雰囲気はすごくよくできてますんでこれはもうメーカーの努力の方をこれはマスキングのテープですねでこちらですね、あのー、メーカーの努力が、あのーえー、雰囲気を壊さない壊さないように丁寧に丁寧に、あのー、ステッカーも作ってありますねでタイヤホイールがスパイクとフロントがリブタイヤ方向を決めるための二輪駆動のタイヤでええー 後ろがこのピンタイプのブロックにもなってます。これでオンロード、オフロードどこでもできますねで。当時としては珍しいんですけど、金色のホイールです。非常に、えー、別な意味の光もんで、非常に足回りが引き締まって見えました。これがサイドのフレームですね。人形も、えーとえー、この前のシリーズからちょっと一線を描いて、ヘルメットも新しい形になってます。でまあ、色は塗るんですけれども、スケール性がこれでぐんとよりアップしてます。 ギアボックスはかなり洗練されて細かいところですがあの厚みが薄いんですね。で部品を少ッくしてあの、えー、説明書のところでまたせあのご説明しますけれども非常に洗練されたギアケースであの一時代新しくなってます。でこれがサスアームですね。うんサスアーム結構丈夫で昔からまずこのサスアームがバキバキ割れたの見たことないんですけどあの非常にこの辺はあの頑丈によく作ってます。でこれがプラパーツでバンパーですね。あのよく バ、えー、バギーーのタイプだとバンパがが小さいいやつが多いんですね前にあのタミヤに質問したことがあるんですけれどもジャンプして前輪のタイヤがつかないとあの土に刺さってしまってうまく走らないからっていうんですけれども実際のユーザーが必ず土の上でやるとは限らないもんですからあのトレーニングも変えて大きいバンパーが欲しいという行為もあの多くありますよっていうふうに伝えたんですけれどもこちらの方はあの当時から珍しくあの大型のバンパーになってますので非常にこれはあのー、車体を守るには有効です。 すごく丁寧に作ってます、ね、これまさにフロントのサスアームですけどこれかなり凝ってますねあのサスペンションの動きがあの入門のバギーとは1クラス上になってますであと金属パーツその他のパーツですけれどもまず特筆すべきはこのフレームですねこれがあの他のものと共通なところはありませんこれはもうフォックス専用のシャーシなんですね当時からすごいあのコストがかかっていて あのプラスチックのパーツだとよく蓋がないようなバスタブが多いんですけどこれはもう密閉式であのすごく強いタイプで、えー、このフレームもまずあの割れちゃって困って交換っていう人は見たことがないくらいにあの昔から頑丈です。で、えー、と今の540モーターがついてますあとオイルダンパーはプラスチックですけれども黄色のタイプのこのタイプがもう最初からついてます。 これがギアケースの中にいる二輪駆動ですから、ギアはこのくらいのスペースで、あの従来のと違ってあのギアの枚数が少なくなってます。ですからすごくあの回転するところが軽やかに多くになってますね。サーボセーバーのパーツですね。であとはの組み立て順にネジとかの部品で、これは A の袋詰めですね。A、B、C、D というふうにあの順番順番になくさないように作ってください。でこれが B でスプリング関係ので。 スタビライザーもついてます、ね、でダンパー系の周りです。えー、C が、えー、駆動系ですね。モーターのピニオンギア、シャフト、ダンパーステー、えー、この当時は珍しい FRB ですけど、こういうあのプラスチックじないタイプのがついてますね。で、これがベアリングとフルベアリングじゃなくてここのところだけあの4つだけプラスチックがついてます。で 安全線なしのものもありますけど、まあ、万全を期して、タミヤはこういう風に安全なパイプも最初から付いてます。これで一応箱の中身はご説明いたしましたので、次は説明書を追って、えっと別に必要なものとかのご説明になります。 えー、まず説明書からいきますけれども、こちらは組み立てキットなものですから、別売りのものが必要になりますので、何が必要かというと、まず、タミヤさんでしたら、こういうファインスペックのプロポのセット、こちらの方はオーリアンパッケージで、あのー、車の他に必要な、えー、バッテリー充電器まで全部入ってます。この実際の箱に何が入っているかというと、まず手に持つ送信機ですね、これが入ってます。単、ま、三、あ、電池4本だけは別に用意で、あのー、してください。それだけでいいで、昔の8本とは違って4本で省エネになってます。こちらと その電波を受ける受信機ですね、こちらと、で、実際ハンドルを動かすサーボと、えっ、ー、と、モーターを動かすスピードコントローラーですね、昔はスイッチでしたけど、今このスピードコントローラーになってます。で、実際の走行に必要なバッテリーと充電器、家庭用の充電器になってます。これが全部オールイヤンパッケージになってますんで、車の他の動力系はこれで OK で。 であと別に必要なものはバッテリーじゃなくて、えー、とバッテリー電源が入ってますので、えー、と透明ボディですからスプレーの色ですねこれ1本でもう十分になりますであと組み立てをいきますけれどもあとは一般的なコーンがあれば大丈夫です最初にあの家庭用コンセントで充電をして、えー、とくださいで これが充電しとかないとあの途中で使うサーボのところの,あのニュートラルだし中心の位置をこう決める時に、えー、ときに後々であの直すこともできますけれどもこの位置が正確にできませんからまず最初にあの他のところを作るところがありますからバッテリーを充電をいたします。説明書によってこれの場合は5時間充電になりますけどその充電をします。であとはあの、えー、先ほど言ったように部品の A から始まって A から始まってで、えー、とそれぞれ この大きさが実際のネジの大きさになってますんであの最初は部品が2リンクでも多いですからあのこのものと実際ピンセットで持ってきて同じかどうかを確認してこの辺にちゃんとあの置いてでその部品を用意してから組み立てに行きますでその方が忘れ物がないんですね場合によっては鉛筆でレテンしてもいいと思いますとにかく確実に一応作るようになります1個1個ですねでハンドルのサーボで動かしますで フォックスからノバフォックスになって基本的には変わりありませんけど、えー、例えばやっぱ高級な、あのー、車なもんですからゴミが入んないようにこんなようなスポンジのカバーなんか他のバギーでこの車だけですね非常にこの辺でもコストがかかってますで何回も説明しますけれどもあのタミヤとか、あのー、他のメーカーを使う場合もありますからサーバーンでこれだけネジがいっぱいどれ選んでい,いかわからないということですけど、えー、タミヤとかオフタバは 2.6mm の 12mm で大丈夫です えと他のやつはここのファイナルギアってこの,このところはプラスチックでしたら木ねじ状で金属だと普通のねじを使いますこの辺はそのお使いのものであの変わりますけどタミヤの場合はあの双葉と同じですから 2.6mm の 12mm のこの場合は使いますでサーボを乗せてですねですごいシンプルにあの縦にこうラインに並ぶようになってますんでこの通りで平気ですで防水もきっちりしてますからこの通りでやると あのゴミが入,らない入りにくいようになってますんでハンドルのとこもカバーがあってで蓋をしますんであの割とゴミがあの普通のタイプに比べてはあの侵入が少ない方です。ゼロでは2輪駆動であのそうですね部品が少ない方ですから4個に比べてやっぱりちょっと違うなっていうのはあのここのところにさっきのカバーがあってであの これの、えー、変な形をしてますけれども、これでサーボの,あの動きをあの、えー、サポートするパーツなんですねで。こういうのを使っているのはこの車しかないです。すごく大事に、丁寧なあの設計になってますね。で、この足回りは二輪駆動でここまで凝ってるのは他の車はないです。これはホッットトショット えーと,とか、えー、来てるタイプであの2インクだと他の車はもっとシンプルなタイプなんですけれども四駆のタイプと同じように合成、えー、があってガタが少なく、えー、きっちりできるようにあの部品がこんだけ分割してあのそれぞれきっちりこの。 えと穴の大小大きい小さいの,あの表裏がありますからこの辺は気を,気をつけてグリスを塗って組み立てて動きが必ずスムーズに動くかどうかを確認してください二輪駆動の場合前輪のこの辺が動くのはあの重要なところになりますからでそれを合わせてから細かいネジですけどこのように組み立てていきますで、えー、何回か言いましたけどもし組み立てが不慣れでこういう部品が少ない小さいのが多い場合は大きいビニール袋の中で組み立てると万が一の時は落っ、えー、こってもあの部品の不足がなくなりますね でサスペンションが、えー、スクリューピンで,でオイルダンパーはこの通りに油を入れて作ってますね。ダイヤフラムって式のこのタイプであのこの絵の通りに油を入れてやるとショックが吸収になりますスタビライザーはフロントの方についてますけど、えーまあ、ちょっとあわ合わないもありますからこの絵の通りにまず一回作って動かしてみてください動きがあまり渋いようでしたら一回ここのところを外しちゃって走行するやり方のセットもありますでこのようにバンパーをつけて でこのギアケースですけど、ここがすごくお金がかかってます。他のギアケースはもっとラフに作ってあるんですけれども、ホットショットあたりからの設計できてますから、あの昔のフォックスはここのところにシャフトを入れて、これは通常の E リングになってますけど、昔はあの C 型のすごいちっちゃいピンだったもんですから、入れるのも外すのもすごい大変だったんですね。で、あのそれはもうタミヤさんの方でもうちゃんと組みやすいように、メンテナンスもしやすいように、4ミリの通常の E リングで止めるようになってますね。ここだけ,だけでもあのすごく進歩してます。 ギアケースもさっき言ったように非常に凝ってこそ考えるとこのシンプルなやつで少し片方に寄ったようなデフギアを使うとかこれは凝ってますんでこの車だけなんですね。で2輪車で幅を狭くしてありますから非常に効率がよくスムーズに動くようにこうなってます。でよく説明でよくしますけれどもこの状態になったらここのネジをこの蓋を閉めた状態でここの ドライブシャフトのところを手で回してみて軽く動かどうか必ず確認してください。これが軽く動かなくてなんか光ってるような感じでしたら糸ふたを開けて必ずもう一回点検します。二輪駆動で手がかかるのはここがギアケースが一問手がかかりますので全部作って動きが渋いとちょっとまた直すの大変ですからでここが手で軽く動くようになったら次はサスペンションを組んでダンパーステーを入いながら作りますで。必ずこれが上下がスムーズに動くようにしますで。こちらがその先端ですね。えー、ナックルをつけてやると後ろの方の 2輪駆動で後ろのところがスムーズに置かないとあのちゃんと走りませんからサスペンションが片方が渋かったりするとそっちの方に曲がっていっちゃうんですね。ですからこれがスムーズに置くように柔らかく動くようにオイルダンパーをつける前にスムーズにこうあの上に上いた手を離すとスンと落ちるように両方ともします。片方が上がったまんまっていうとそっちの方に曲がっていっちゃいますからもう一回サスペンを抜いてグリスを塗って、えー、と動くようにあのしないとダメですねで。あとは組み立てたオイルダンパーをそのまま入れてでこちらの方は。 えとホットショットよりももっとシンプルに、えー、モーターのこの一二目ですねが分かりやすくって、あのーえー、きっちりギア表を変えられるようになってますね。で後ろの方のリアのガードですねをつけます。であのフレームに後ろのブロックを入れます。でその下からの,あのバッテリーのプレートをつけてで、えー、タイヤとホイールを、えー、接着して組み立ててそのままつけます。 ニリンゴですから部品が少ないんで,でバッテリーのこれがあの入れ方で、えー、コンパクトですけどこれがスライドして動かうようになっていてちゃんと保持ができるようになってます、まあ、人形はできたら時間をかけてあのせっかく、あの綺、ー、麗なものがついてますんであのプラモデル用の色ですねでじっくりしてあげた方がいいですねポリカムネートはこれを、えー、切ってそれから裏側からマスキングテープがさっきのここのとこはついてますから であの裏側から塗って、えー、とあとはステッカーを仕上げていきます。まあ、2リンクのようなもんですからねこれでスムーズに作るようにすればあとはウィングを立ててやりますね。でもしピニオンギアを変える場合はここのモーターの位置もあのこのギアだったらこの位置このピニオンだったらこの位置っていうふうにギア表を変えることもできます。であの復刻版でもよく走りますけれども540モーターからあのもし上にステップアップする場合は、えー、タミヤのこのタイプだとあのー すごくハイパワーでやって走らせることもできますけどやっぱり基本設計がやっぱ昔のタイプで雰囲気をやっぱ楽しみたいっていう方もいらっしゃいますからタミヤさんで言えば、えー、ノーマルのモーターでもしその次に何かやりたいっていう場合はこちらのタミヤのスピードコントラーでしたらスポーツチューン25回巻きまでのモーターで止めておいて、えー、やる方がスムーズによく走って楽しく遊べるようになってますえ一応ノバフォックスの説明でしたけれども昔はフォックスの名前だけだったんですねそれからノバが付いてまあ えー、新しく今の,、えー、あのユーザーが困らないように作りやにくいところはあの改善して作っていてあの非常に二輪駆動の場合は何でもありでしたら四駆動が早いんですけれども二輪駆動はラジコンの操縦が好きな人はあの選ぶ人が多いのはジャンプなんかも綺麗に飛びますし、えー、シンプルであの構造が簡単なものですからメンテナンスも楽であのラジコンの操縦が本当に好きな人だと二輪駆動を選ぶ。 傾向もかなりありますんで、あの同じ二輪駆動でも入門のバギーのやつよりもあのすごいコストがかかっていて上のクラスのタイプでこの辺は走らせると走りがやっぱ違いますんで、えー、ぜひあの試してみていただくとあの違いがあのわかると思います。やっぱりサスペンションがダブルシボンで動くのとあの後ろが一体型のギアケースでやってあのその上下動のたともあの。 サスペンンションの動き1台がもう全然違うもんですからあの入門から見ると1クラス上っていうのはあの実際走らせてみると実感で分かるようになってますえ非常に高品質なあのノバホックス、えー、ぜひあのコレクションにもあのおすすめで実装行こうしてもすごく楽しい手がかからなくて頑丈で長持ちするバンギーですえおすすめのこちらも1台ですねえで中の説ご説明させていただきましたけれどもあのこのようにあの開封動画とか、えー、あとはえ入荷動画あとは あのご説明の動画とかもいろいろアップしてますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。で、マルサンホビーでは自社サイト、ヤフーショッピング、アマゾンと通信販売も承ってますので、えー、ご要命をよろしくお願いいたしますいいつもごごありがとうございます。